ルイ、学校生活最大の敵って何かわかるか？え、急にどうしたの？給食前にお腹が減っちゃうとか？違う！宿題出すし怒るし、どう考えたって先生だろ。これだから優等生のアマちゃんは。え、先生ってそういう仕事だよね。というわけで、学校の先生あるある10選スタート。どういうわけ？ここの解き方は、この方程式を当てはめて、答えが、こうなります。それでは。どれだけって言うんだ。喋りが独特、喋りの癖がすごい。気になって授業に集中できないぞ。あるある度 70%。 今日は12日だから、出席番号12番のゴーンジ、この問題答えてみろ。いきなり？この先生、日付で当てるの分かってるんだから準備しとこうよ。日付で生徒を指名。当てられる日が分かってるから対策はしやすいぜ、と見せかけて、次の番号とかフェイントかける厄介な先生も。あるある度 90%。 はい、以上だ。ここはテストに出るぞ。みんな書いたか？消すぞ。あー、早い早い早い。先生、まだ書き終わってないです。黒板を消すのが早すぎる。書くのに一生懸命で授業が頭に入ってこない。もっと生徒のこと考えてくれよ。あるある度 60%。 プリント配るぞ。いやー、そのツバやめて。指にツバをつける。プリントうまくめくれないのはわかるけど、お願いだからやめてくれ。あるある度 50%。 でさ、ルイ、ご恩人。え、なんだ。あ、みんなも静かに。はい、みんなが静かになるまで40秒かかりました。いや、先に言えよ。言ってくれた方が早いじゃん。あるある度 95%。 先生、そこ間違ってます。よく気づいたな。これはミスじゃないぞ。みんなが気づくか試してたんだ。二階堂を見習うように。大普通に間違えたよな。そうだね。間違ってもみんなを試したと言い張る。バレてるから。あるある度 60%。 今日はみんなにプレゼントがあります。わー、ねえ、プレゼントは？はい、宿題です。いらねー、宿題がプレゼント。天国から地獄に突き落としてくるんだぜ。あるある度 50%。 やった、授業終わりだぜ。給食だ。待て、ゴーンジ。え、ここ今重要なところだから、あと5分、あと5分、ここだけやらせてくれ。え、嘘だろ。ここだけやらせて。貴重な休み時間を削って授業延長。その分次の授業は5分短くしてくれ。あるある度 90%。 この問題わかる人いないか？ヒントは、中と中富の鎌田。そう、中富の鎌足りだ。さすが二階堂だな。ほぼ先生が答え言ってるじゃん。ヒントがほとんど答え。ありがたいけど勉強にはなってない。あるある度 30%。 今日で卒業か。これで先生に怒られ続ける日々からおさらばだぜ。みんな、卒業おめでとう。いろいろあったな。叱ることも多かったが、無事卒業してくれて先生は嬉しい。本当におめでとう。先生の涙。いつも怖い先生ほど別れの涙は感動的だ。本当は自分たちのことを思ってくれていたんだな。先生、ありがとう度 100%。 ゴーンジ、なんで泣いてるの？なんかさ、卒業する時のこと考えてたら切なくなってきて。それじゃあ授業を。あ、先生、いつもありがとう。って、ゴーンジどうしたんだ？もっと俺を叱ってください。なんだ、なんか気持ち悪いぞ、ゴーンジ。先生、卒業しても忘れないからな。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけないよね。ちゃんとお願いしようよ。お願い。